俺ナチョスの具足りねえと思ってんだよね。どうも。クミンだ。クミンだよね。これクミンだ。うまい。めっちゃうまい。どうもこんにちは、ケビンです。友竹です。山です。日本では食べられないアメリカ式ナチョス。ナチョスね。はい。こうチップスみたいなのに。こういっぱい具材が持ってあるやつみたいな、はい、メキシカンですよね。そうです。それがアメリカ式があるっていうことなんですか。はい、アメリカではめっちゃナチョスがこうメジャーというか、うん、メキシカン料理ね、まずアメリカではめちゃくちゃ食われてるんですよ、うん、ああもうお隣だし、うん、もう超こう根付いてるというか、そうそうそう、うん、日本でいうさ、うん、中華みたいな、中華ってめっちゃ食うじゃん。そうだね。アメリカだとそれがメキシカンみたいな、うん、ああなるほど、なるほど、なるほど、ぐらいメジャーな料理、うんジャンルなんですよ。はあ、なるほどね、はいはいはい、でそれがこうちょっとこうメキシコとはまた若干違う感じになってたりとかもするみたいな。そうそうですよね、うん、あの一応なんかテックスメックスみたいな名前があるらしくて、うんうん、まあ、これはなんかこのアメリカナイズされたメキシカン料理ですよみたいなことらしいんですよね。1個のジャンルになってるというか、ラーメンみたいな、日本でいう、そういう感じですよ、うん、それがうまいんですわ。なるほど、うまい、それがすっげえうまいんですわ。いや言ってたよね、めっちゃ好きって。日本でもメキシカン料理あるよね。あるあるある、あるじゃないですか。結構食べたことあるよ。アメリカメキシカンの店ね、タコベルとかね。確かに、まあ、そうね、タコベルとか、タコベルじゃなくてもさ、なんかメキシカン料理やってますみたいなさ、チェーンじゃなくて普通の個人でやってるところとか、うん、あるよね、あるじゃないですか、いっぱい。どこも満たされたことない。違うのね、うん、アメリカで食べてた、そのテックスメックスみたいな、うん、メキシカン料理屋の感じが、もう全くあの良さがね、俺はね、これ日本で感じられてないのよ。なるほど、そう。じゃあもう今日はそれをないなら作ろうっていう、そうです、はい、ってことですね。そうです、いいね。前さ、あのアメリカに行った時もさ、うん、なんかケビンがおすすめの、うん、ここのなんだよっていうナチョスを食べたかったんだけど、はい、ボーズですね。そうそうそう、ボーズってところです。なんか休みだったんだかな、潰れてたんだかでさ、うん、食べられなかったんだよね。そうなんですよ。あ、ちょっと楽しみです。そうなんですよ、うん、いやまずね、じゃあどんな感じで違うのか、はい、というのをお見せしたいんですけど、はい、日本のナチョスって言ったら、うん、これ Google のナチョスっていうキーワードで検索した時の、はい、カタカナですけど、うん、はい、まあ、こんな感じ。あー、もうですね、俺が知ってるのは確かにこんな感じだわ。チップスの上に肉トマトみたいなのが乗ってると。まあそう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 、そういうやつだよね、うん、そういう感じですね。まあね、なんかこうトマトとか、うん、なんかこうサルサみたいなのがちょっとかかってて、うん、みたいな、サワークリームとかね、うんうん、そうですね、イメージそんな感じ、はいはい、ビジュアルまさにこんな感じだわ、うんうん、いや俺ね、結構実はこういうの好きで、うん、タコスとか、うん、ナチョスとか好きなんだけど、あ、そうなんだ。日本で普通に食べられるやつね、うん、でも、うん、未だになんかナチョスとタコスの区別がなんか、うん、あれなんかどっちがどっちだっけってなる。サルサとトルティーヤとブリートと、確かに、あれどれがどれだっけ。おいおいおい、未だになんか頼むよ。ふざけんじゃないよ。マジか。いやでもすごい好きなのよこれ。これがナチョスか。これナチョスね、はいはい、まあ、あのサルサチップスをベースに、うん、その上にトッピングをいろいろ置けるみたいなのがタコスですね。すみません、間違えました。それがナチョスですね。タコスは U 字の、そうです、で硬いやつ、硬いやつがタコスだよね。そう、それがタコスだよね、はい、柔らかいやつもあるよね。やばいのもある。あれはブリトーだね。ブリトーか、やばいので巻いてあるやつがブリトー。なんかさ、柔らかい U 字のやつもない。ある、それもある。あー、まあ、あれはトルティーヤの一種だね。トルティーヤ、ごめん、トルティーヤじゃなくて、俺もやつだ。もうめちゃくちゃね、もう思うけど、あれはタコスの一種だ。タコスの一種だ。そう、まあタコス確かにソフトとハードはあるから、それはソフトトルティーヤを使ってるだけ。なるほどなるほど。そのぐらいのなんか馴染み度っていうかさ、だよね、日本の人からしたらね、うん、で、これ先ほどね、これ日本の、はい、見ていただいたじゃないですか、はい、今度はこのアメリカの Google で Nachos で検索した時、こんな感じなんですよ。あー、なんかちょっと違うね。ベースはなんか一緒のもの使ってるんだけど、でもね、この圧倒的なトッピングの量、確かに確かに確かに、全然違くて、それが決定的な日本とアメリカのメキシカンの違いだと思う。なるほどね。一番その具材の量が足りてないと。そのチップスと具材の比率が違う。そう、比率が圧倒的におかしい。なるほど。足りてないっていうか、まあ、俺らからしたら多すぎるっていう。それは食べたことないからね。これが正解なんだ。これ食べたらめっちゃ美味しいから。そうなんだ、うん、日本だとやっぱその何にもかかってないとこのチップスを食べる時間帯もあるもんね。うん、そうだよね、あるよね、うん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 、で、そんなところはないぐらいの。そうだね、前から言ってるもんね、なんかその
うが足りねえって。うが足りそう。マジでそう。出会った時から言ってる。言ってる言ってる。出会った瞬間から、ナチョスの具が足りないと思ってんだよね、俺。言ったよな。初日、あの、サークルの1日目に、新刊合宿の。部屋一緒だったら俺。部屋一緒だった時に。初めて仲良くなった瞬間ね。そう。俺、ナチョスの具足りねえと思ってんだよね。どうも。よく仲良くない。ナチョスって呼ばれるだろう。そうだ。とですね、はい、確かにその上のトッピングの量、うん、これも違いますけども、うん、トッピングの種類も結構俺は足りてないなって思う時があって、そうなんだ。例えばケソっていうトッピングなんですよ。ケソケソ Q-U-E-S-O ケソケソでね、ケソっていうトッピング。ケソ、そう、あれもちょっと失礼してスイングですね。ケソ、はい、何回言うこれはね、あったかいソース状のチーズなのよ。とろけるチーズ。でも普通のとろけるチーズじゃないってこと？違うんだよね。違うんだ。そう、それが、うん、結構マストで乗ってて、アメリカでは。そうなんだ。そう、日本では全然それが乗ってないから。いやー、ないね。それは必須というか、うん、もう絶対欲しいね。なるほど、じゃあその寿司を醤油じゃない何かにくっつけて食べてるみたいな。あ、もうそう言っても過言ではない。そういうこと。なんかすごいねめちゃくちゃ美味しくなるからね、それ。ケソ知らんかった。じゃあ今日はケソも使う。はい、ケソもちゃんと使います、うん、はい、で今回はね、はい、ちょっとこのモーズの店舗体験みたいな感じでやりたいなと思って、うん、あ、いいね。うん、そのモーズではどういう感じでやるかというと、うん、ちょっとこれあのホームページなんですけど、はい、実際にこの順番に選んでいくのよ、はい、何を入れたいですかみたいなのを、はい、まずチップスとケソがあって、もうこれマストだね、デフォルトというか、うん、デフォルトね、うん、でここでプロテインを選べと、うん、肉を好きなのを選んで、うん、で豆入れたかったら入れる、うん、でこのトッピング系、こんなに種類あるのよ。本当だ。うわ、すごいね。そう、エキストラ、マジか、ベーコン、ワカモレ、エキストラ、ケソみたいな、うん、これをまあ好きな分だけ、うん、好きな種類分だけやるんだ。やるんですよ。はあ、じゃあこれお願いします、これお願いします、これお願いしますって言って、そのバーンってやってくれる、ね、すごい。店員さんがね、そう、うん、雑にドーン行くっていう、大量に行くんですよこんぐらいのお玉でそう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 、見たことねえサイズのお玉でバーンってやるから。なので今回は、まあ、私がいつも注文してた、うん、そのセレクション、そのリストで、うん、トッピングアクションもやってもらえるんですよ、やりながら。あ、じゃあもう完全再現、はい、ケビンのもう大好きだったコンビネーションを、はい、再現しようってことですね。そうでございます。あ、いいね、はい、ということで、はい、そのトッピングの準備を、はい、していきましょう、はい、まずは、はい、レタス、はい、レタス細く切った感じですね、うん、はいはい、レタス、ブラックオリーブ、はいはいはい、はい、輪切りにしたオリーブ的なね。そうです。あ、これも入ってる時あるよ、これな、これ美味しいんですよ。いいね、このバットね。そう、このこういう感じのバットだからその実際のモーズ、ね、これの3倍ぐらいの大きさですねバッと並んでるから、はい、そこが見えないぐらい深いやつ、ね、そう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 。サルサでね、サルサ、サルサでございます。これはもう市販のやつってことなの？そう、市販のサルサを買っただけですね、うん、なるほど、はい、そしてシュレッドチーズですね。おお、今日はアメリカだからそうね、この店内こんなになるけだからものすごい落ちてきた。この種類はあの日本でいうナチュラルチーズってやつですかね。あ、なるほど。ミックスチーズとかで見られるようなやつですね。そしてサワークリーム、あ、これサワークリームね。これもまあ市販のサワークリームってことね。市販の、はい、そうです、サワークリームでございます。次にひき肉、はい、ひき肉をちょっと作っていきたいと思います、はいはい、ひき肉とこのタコシーズニングありますよね、うん、この2つをまあ一緒に炒めるみたいな感じで出来上がりですので、うん、ああもうじゃあ簡単なんで、じゃあサクッと作っていきたいと思います、はい。これ牛ひき肉です、ちなみに。牛ひき肉、はい、牛ひき肉珍しいじゃん、指定があるなんてそうだね、ハンバーガー作った時とか、ね、何でもいいよみたいな話しましたからねすごい量だね。そうだね、ちょっと今日はレストラン仕様なんで、はい、あ、ちょっと多めにやってますからこれは何個ぐらい使うんですか？これまあ 1.5 ぐらいかな。 1.5 ぐらい。ケビンアメリカにいた時どんぐらいさ、うん、頻繁に食べてたの？週1ぐらいかな。結構だね。うん、結構だね。結構や、うん、ナチョスって1人で1個食べるもんなの？そう、そうなのよ。ナチョス1人用ですから。1人用なんだ。そうそうそう。ちょっと日本だとさ、シェアっぽい雰囲気ないあるよね、うん、確かに。で、このシーズニングをこちらに入れます、うん、エジプト
その食事生活やってからさ、うん、一発でクミンが入ってるかどうか分かるよね。クミンの、お、クミンだ、クミンだよね、これクミンだ。これは、これクミンだ、クミン入ってるね。そして水ですね、うん、水入れます。こんな感じで、うん、ひき肉完成です。うまそう。まだエジプト料理にいけるね。いけるね。こっからだったこっから巻き返せる。エイシがあれば。エイシがあれば。ひき肉完成です。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。はい。続きまして、はい、鶏肉を焼いていきます。そういう鶏肉なんだ、そんで。鶏ひき肉とかそぼろとかじゃなくてね。うん。鶏胸肉を使いますね。まずは、はい、皮を剥がします。おお、剥がすんだ。はい。はみ出してるとこをこうちょっと広げるというか広げる感じで、うん、厚さを均等にはい、するみたいです。ちょっと残りはこんな感じで、皆さんはあのちゃんとしたやつやってもらって綿棒とかね、うん、うん、すごいダメージだな。これだけ小さいこれダメージちょっとダメージしすぎかもね、これね。ちょっとライトにいきましょうか。ちょっとこれも良くないかもしれないね。肉破壊これも良くないね。平らとかいうなんかもう分裂してるもん。そうね、致命的なダメージは、ね、まあまあまあ、でもこれ最終的にはダイス状にするんで、はい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 、あのまあいいんですよ、うんうんうん、こっからダイス状にしていきましょうか、はい、では、まあ、これらを焼いていきます、はい、ひき肉と同じように、はい、このタコシーズニングと一緒に焼いていけばいいので、はい、鶏肉が入ってるイメージないね。ないよね、こういうのがさ、ないわ。水とシーズニングですね、はい、なんか麻婆豆腐いや、めっちゃわかる。めっちゃ麻婆豆腐みたい。俺ら今匂いあるからわかるけどさ、画面越しだったらマジで中華料理に見えてる。はい、完成です、はい、もうちょっとサラサラした肉に仕上がる予定でした、はい、けどまあ、いいでしょう、はい、味としてはそんなに影響ないはず。はい、こうですね、うん、ご飯の上にかけて食べたい。確かに絶対うまい。美味しそう。それでは、はい、ケソ、ケソ作っていきたいと思います。はい、モントレージャックという種類のチーズをまず使います。モントレージャック、はいはい、こちらをですね340g、はいはい、モントレージャックっていうのは結構有名な種類なんですか、チーズに。多分聞いたことあるな、何回か。アメリカのチーズなんじゃない。なるほど。モントレージャックっていうの多いよね。あ、はい、コルビージャックとかね、うん、あ、確かに確かに。いわゆる普通のなんかとろけるチーズみたいなね、見た目的には全然、ね、感じに見える。コクがちょっとあるのかこっちの方が、うん、でもそんな変わんない気はするけどね、うん、裂けるチーズみたいな、ちょっと。ああああ、うん、そうですね、うん、確かに。なんかこのまま食ってもちょっと美味しいから、うんうん、これをまずインします。はい、次に、はい、モッツァレラ、モッツァレラのシュレッドチーズを 113g いきます。ちゃんとミックスするんだ、これをインします。はい、こちらもいいですね。で次、Evaporated Milk っていうやつなんですよ。エバミルク、ある、初めて聞いた。これって何に使うんだっけ。なんか聞いたことあるわ。コンデンスミルク的なこと。そうそうそう、 あのそれなんだ。これの多分なんか加糖したのがコンデンスミルクで、それじゃないのがエバミルクらしいんだよね。これ無糖練乳って書いてあるから。なるほどなるほど。そう、うまそう。うまそうだよ。340ですね。はい、340って2個もあったっけ。あったのか。確かに342個あるね。でも4オンスの3倍になってるからあった113の3倍だもんね。横ばってね。340ですね。はい、え、美味しそうなんだ。うわ、なんかこれだけ飲みたい、うん、普通に飲みたいな。飲もうかな。え、美味しそう。ちょっと多くなっちゃったから飲めるよ。ちょっと飲んでいいですか。なんかオレンジっぽいよね、ちょっとね。え、違うの。ミルキーのキャンディーの甘くないバージョンみたいな感じ。めちゃくちゃ美味しそうだけど、この見た目。山ちゃんとかめっちゃ好きかもしれない。いや、うん、あー、まとわりつく何かがある。うまい。あ、好き。うまい。俺は好きよ、マジ。いや、でも俺ちょうどいい甘さ、俺には。
なんか逆に酸味とか感じない？確かにちょっとね。なんかそれがちょっと変な感じする、うんうん、こちらを入れます、はい、バミルク。これを加熱します。超濃厚だね。確かにバリ濃厚よ。いやこれ絶対うまいね。絶対うまいね。マジで絶対うまいね。牛乳を原料にしたさ、究極系みたいなのをもう一回合体させて混ぜてるみたいなね。詰めて煮詰めてもう一回混ぜるみたいな。軽く 100% を超えてるよね。そうだね。牛乳です。確かに濃すぎて黄色っぽいっていうのがなんかすごいよね。牛乳だもんねこれね、うん、確かになんかちょっとオレンジっぽいさ、うん、のがかかってるみたいなイメージあるけど、あ確かにこれのなのかな、うん、これなんかでもチェダーの色なのかと思ってた。あでも確かにオレンジっぽいかも ね、うん、すごい。このうわ伸びすごいね。そういう感じなんだ。素晴らしいね。なんかもちっとするんだね。ねえ、なんかソースっぽいのかと思った。あ俺もそのイメージだった、うん、ではですねここに塩コショウ、はい、少々、はい、チリパウダー、ほうほうほう、少々クミン、お少々クミンいきます。ナツメグ、ナツメグね、混ぜます。美しい。これ美しいね。え、もうまさにこういうテクスチャーだった。そう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 、ーチーズのベール、あ、でも美しいね。なんか見ないかもね。ちょうどこのぐらい緩い感じ。確かに。もっとドロドロか、もっとあっさりしてるの見るけど。こちらで完成でございます。これがケソ。素晴らしい。素晴らしい。ということでトッピング完成でございます。やったー。よし。よしよしよし。モーズ開店しましょうか。はい、モーズ東京店。モーズ東京店。開店しましょうか。嬉しいな。よし。はい、ということで準備完了しました。うわこんな感じですよ、マジですげえ。モーズこんな感じだった。いいね。はい、これはこういう順番に並べるとかなんかあるの？そう、まあこっちからどんどんねこうやっていく感じですね。そう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 、この順番だったなと思って。ああなるほどなるほどなるほど。はい、ケソケソ、この温めて温めてます、うん、はい、下に熱湯入ってます。ケソね、あのちょっとさっき作った時にコーンスターチ入れるの忘れてました。じゃあそれが追加された形ですね。はい、大さじ1のコーンスターチが追加されてます。なるほどなるほど、はい、ちょっとトロッとなったかな。はい、こんな感じでテキスチャーになりましたね。若干もったり感が高まった、うん、はい、そうですね。そしてキャラメルポップコーン。キャラメルポップコーンみたいですよね。これホワイトチキンなんですけどもっとサラサラにしたかったっていうのが正直なところでございますが、では早速はいモーズやっていきたいと思います。はい、はい、ご注文は何されますか？ナチョスでお願いします。ナチョスね、オッケーオッケー。ナチョスでって言ったらここにこんな感じでガッて入れますね。でもガッてこぼして、はい、ガッてこぼしますね。ガッてこぼします、まずはしっかりこぼしたいですね。こんな感じかな。はい、チーズは入れますか？入れます。はい、こいつですね。これで必ず入れられます。あ、そうなんだ。手でやりますからね。うわすごい。そうやるんだ。ここからですかね。多いな。でこの段階で、はい、オーブンにこれ入れてきますんで、少々お待ちください、はいはい、トーストしてきました。はい、こんな感じで軽くメルティングが施されますね。じゃあ実際にも注文するとこれやってくれる。そうだね。へえ、とろけます。とろける。はい、その間さ、うん、このお客さんは何してるの？いやこれ爆早なのよ。これ爆早なの。そう、爆スピードでこれ出来上がるのよ。爆熱でボーンやる。そう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 。チップスもちょっと焼けていい匂いするね。確かに、うん、香ばしい。 OK、ソース OK、 お願いします。はい、オープニングスタッフですかね、この方は。東京店のオープニングスタッフ。そうオープニングスタッフしっかりやってる。はい、こういう感じになるんだ。これはかかってないな。なんか俺も思ってたのと違ったな。うん、プロテイン、ひき肉、オッケー、鶏肉、オッケー、お願いします。オッケー、ひき肉、鶏肉、オッケー。お客さん側はいいでしょ。基本なんだ。あ、そんなに。へえ、そんな鶏肉多いんだ。全然こんなにいっちゃうんですね。いっちゃうんだ。で、ひき肉ね。ひき肉多いな。これからいきましょうか。サルサ、サルサ、バーン、いっちゃんいって、いっちゃんいっちゃいましたね。いくね。はい、うん、トッピングス、
オリーブ、レタス、レタス、サワークリーム、さあ、オーケー、サワークリーム、オーケー、本当はもっといっぱいの中から選ぶってことね。そう、もっとバーあるから、そう、もっとあります。今回はもうケビンが一番好きな組み合わせっていう、ね、そう、そういうことです、うん。東京ではまだそれしかやってないから、そう、ね、そう選択しないから、そうそうそう、そんなにオリーブそんなにマジでこんくらい言ってくれるから、セットのサラダより多いってで、サワークリームね、はい、こういう順番なんだね。なんかレタス下のイメージじゃない肉チーズが上なイメージあるよね。うん、完成だバカうまそうバカうまそうだよ、確かにこれは本当にうまそう。これなんだ、こちらでございますよ。これがナチョス。そうケビンがこれを探してんのにないと。そうないね、確かに、これはないわ。これ売ってないよね。これは売ってない、このボリュームよ。確かにこのボリュームがいいんですよ。ジローみたいになってる確かに確かに、マシマシだよね。これめちゃくちゃ蘇るな、記憶が、モーグルに行った時の。本当にこんななんだ、マジでこんなモールか、すごい、こちら、はい、食べていきましょう、はい、どうやって食うの。これはですね、手で行くんですけど、基本的には端っこに、このチップスが垣間見えてるんですよ。はいはい、見えてる ね、 ギリね。そう、それを、まあ、すくうんですよね、うん、そう、この見えてるやつを。うまいね、やっぱこれでございます。そうです、食うのがうまい。うまいわ、うまい、これきた、めっちゃうまい。似てる、結構モーズに。うん、似てる、似てるんだ、めっちゃ似てる、すげえ、うわすごいじゃん再現レシピ。なんだろう、ペソなのかな。あー、そうかもね。でマジでモーズの味がする、すげえ、めっちゃうまい。ちょっと行ってみたいな。行ってくださいよ、行ってくださいよ、うん、むずくない？いやこれ食べんのがむずいと思う。難しいよね、ジンガみたいになってる、どっから行けんのみたいなね、うん、いや、 やっぱこの辺なのかな、いいんじゃないか。あ、でもね、これむずいむずいむずい、これもうちょっと真ん中ら辺のやつ、真ん中ら辺じゃないと、うん、そうそうそう、いや、やっぱちょっと食べ方が初心者だね。いや、そうだよね、うん、あ、それいける、それいける、これね、それいい、それいい、それいい、それいける、いいね、いいね、オッケー、いいよいいよ、すごいすごいの釣れたね。これあのチップス1枚とかじゃないね、これうんうん、本当だ、2枚ぐらい合体してない。いってらっしゃい、いってきます。うまっ、うまいね、うまい、うまいね、ケソかも、ケソかもね、ケソかも、うん、チップスってこんなおまけだったんだっていう、うんうん、その体験違うわ。なあちゃん言ってるでよ、うん、これもいいんじゃないか。なんかビギナーですね。やばいな、やっぱね、めちゃくちゃ下手だな。やっぱむずいんじゃない。もうチップスがさ、うん、ヘロヘロになってきてて、そうだね、うん、折れちゃうんだよね。あのヘロヘロチップスもいいんだよね。あ、それも魅力的なのよ。しらしらね、そう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 、これあれだから、どんどんヘロヘロになってきてて、うまそう、ちっちゃ、うわ、うまっ分かった、いや、分かんないよ、それ俺がモーズか、今まで分かんないよ、すげえな、やっぱ指を、ね、奥にガッて入れてほしいね。それでそのこっち側にすくうと。でもスプーンで乗っけてよ。スプーンで乗っけな。トッピング。難しいな。でも難しいと思う、やっぱ、ね、初心者には。いいよいいよ。いただきます。うん。スプーン。めちゃくちゃうまいな。スクーのクソうまいじゃん。美味しいわ。うまい。美味しい。確かに、うん、これはなんか違う。やっぱケソによってヘニョヘニョになってるトルティーヤチップスがめっちゃうまい。確かに、うんうん、え、このチップスはさ、なんかこだわりのチップスではないの？これね、どこでも買えるチップス。どこでも、なんでもないチップス。なんでもないチップス。でもチップスうまく感じるわ、なんか。そうだよね、うん、うん、やっぱ食べるのがうまいよな、まず。てかまずこの、どれがいけんのかの見極めがむずいわ。うん、いや、そうなるよな。なるよ。そういう人には、うん、お子様スプーンを使ってこう、ザッザッザッってこう、あ、スプーンでね。スプーンみたいなのも、ある。なるほど。いいね。おいしそう。超おいしそう。うまっ。初めて食べたもんね、今だって。これか。めっちゃうまいよね。うまい、うまい、うまい。ト
鶏肉入ってんのもなんかうまいわ。よりそのトッピングの方がメイン感が強いよね、うん、やっぱね、うん、ヘビーというか。いや、ほんとチップスがなんかサラダの上に乗ってるさクルトンパリパリのやつみたいなぐらいの感じだよね、うん、確かに、うん、そんな感じかも、うんうん、ここ狙い目じゃない。いいやつ引いたんじゃないそれ。待って、こっからが大事だからね、うん、いやでもむずいな。こいいの引いてるよ。下はいいんだけどね、このもう危なくない、うん、これほら。あー確かにね。いや、いけるって。指でかけて。あーもったいない。せっかくいいとこ引いたのに。もったいない。これをほら、もうドーピング。あ、いいね。あいいね。来た。それうまいよ。でも、ケソもケソかけて。いいね。これ、俺口入るから。やばい、感染症が。ありがとうございます。いや、すごいいくね。いや、これうまいわ。このケソうまいね、うん、ケソがさ、変わってるよね。結構めっちゃなんかジャンキーなチーズみたいな。でもこれヘルシー料理として取られてるからめっちゃ。そっか、ヘルシーなのか。ものすごいフレッシュ野菜が乗ってるから。確かに、うん、これは健康的な食事だねみたいな。今日は良かったみたいな。確かに取られるから、うん、でもアメリカの料理の中ではかなりそうかもね。今日はヘルシーだったなって自慢げに言える。体に気使ったな。そうそうそう。なんかやっぱ総じて日本のやつよりひき肉感薄くない？あー、薄いかも薄いかも、ね、うん、もっとなんかひき肉とチップスみたいなイメージだったけど、うん、こんだけトッピングが多いとね、うん、メキシコのナチョスはどんな感じなんだろう。そうだ ね、どうなんだろうね。アメリカがめっちゃエクストリームにしてる可能性あるもんね。いや絶対そうだと思うよ。こんなにチーズは乗ってなさそうじゃない。確かに。いやでも俺日本で食べるやつより絶対うまいと思った、うん、満足度みたいな全然違うよね。全然違う。違うよね、うん、日本のお店がケチってるとかじゃなくてさ、こんな比率だと普通に思ってないっていう、うんうん、だけな気がするけどね、うんうん、俺作る側だったら、うん、合ってると思う。この分量で書かれてたとしても確かに、うん、日本の感覚だともっとご飯的なものが多いだろって思っちゃう。うん、いいね、これいいね。これいい、そこいいじゃん、うん、浸ってる、うん、トルティーヤだね、この辺。あ、うん、いい浸ったトルティーヤだね、うん、いいね。いい浸ったトルティーヤ一番だ。これさ、これがメニューなんだけどさ、うん、見てこのナチョスのこの写真。これだから俺が持ってるより全然持ってるでしょ、これ。確かに確かに。だから実際こんなには来ないんだけど、うんうん、でもこのアメリカ人のイメージとしては、うん、やっぱこのこういうこういう感じなんだよね。なるほどね。だから分かるでしょ、このアーナルドが。すごいよ。うん、あれでもちょっとそのケチってるぐらいなんだ。そうね。写真詐欺してるみたいな。そうそうそう。それで言ったら全然違うよね、やっぱ。うん、いや違うね。うん、絶対に満たされないよね、日本たちは。確かに。うん、嘘でしょって思うだろう、最初。アメリカのメキシカンをね、うん、その良さをお二人にお届けできて非常に嬉しかったです。いや、美味しいですね。良かったです、うん、これやってほしいな、もうそれやってほしいね、真の真のね、東京店やってほしいですね、本当に、うん、アメリカ仕様でね。アメリカ仕様で、ね、ぜひあの量で。これでもなんか家でやるのもいいかもね。確かに。なんかできるよ ね、うん、そんなに全なんか別にさ、うん、要は粉入れて炒めるだけとかさ、そうだね、そんなもんだもんね、うん、そう簡単かもね、うん、できる、手軽にできるよね、うん、できます。これ同じだって、これでタコスもできるわけでしょ、うん、できるね。できるよね、うん、できる。あれあれば、うん、そっちもできるし、うんうん、そうだね。あと何回かこれで食えるよな。いや食える食える。楽しいかも、なんかみんなでワイワイね、うん、そう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 、手巻き寿司的な。そうそうそう、俺のプレートこんな感じみたいなね。うん、めっちゃいいと思う。いいね、全然食えちゃうね、正直。でしょ、うん、マジでそう、全然でしょ、うん、そうなのよ、うん、だから食べてない感じに。確かに。すげえんだよアメリカって。確かに。アメリカってすげえんだ、ほんと恐ろしい国だな。恐ろしいよな。確かに。絶対食えちゃうんだよ。いやそうだね、うん、てかあれ一個は普通にいける。いける、ね、うん、いや全然いけると思っちゃった正直、うん、怖いぜ。怖いぜこれ。確かに、うん、でしかもあ、今日健康的だって思ってんだもんね。しかも明日はチートデーだから。明日は好きなもん食うよ。そう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 。やばいぞ。今日はナチョスにしとくか。そうそうそう、明日に備えて。ナチョスだったらいくら食ってもいいからな。野菜だから。恐ろしい国だ。恐ろしい国だよ。すごいな、やっぱマジで。やっぱすげえわ。ちげえわ。ちげえよな。そりゃ抹茶飲んだら痩せるって思うわ。そりゃ思うわ。
確かにカロリーゼロ理論ぐらい意味わかんないけど字でやってるよね。確かにマジで本当にアメトークのね、うん、だったらカロリーゼロみたいなのを本気で言ってる、マジでやってる、うん、味は確かに美味しいんで、うん、めちゃくちゃ美味しいんで、そうだね、うん、皆さんもぜひやってみてほしいですね、うん、ということで、はい、モーズ式ナチョスというかね、はい、アメリカ式ナチョス、はい、やってみてください、はい、ということでこの動画を見てアメリカのナチョスめちゃくちゃうまそうだなと思ったからぜひお願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。再現度どのぐらいだった？85。あー結構いってるね、うんうん、何が足んなかったの？ケソのテキスチャ もうちょっとなんかできたかなと思った。へえ。あとホワイトチキンペチャペチャになっちゃったね、うん、かなり惜しいところですね、うんうんうん。